こんにちは。今回は、トレーダーをじわじわ廃人に追い込んでしまうサイレントキラーな習慣トップ5についてお話をしていきます。最近結構頻繁に相談メールをいただくんですけども、どういう内容かっていうと、やっぱりこう世の中の流れで家で過ごす時間が増えてきたと。トレードしてる、これまでは兼業でトレードをしていた。で、会社に通いながら空いた時間で、例えば夜トレードをするとか、仕事の合間にトレードをするとかっていう感じで、いい風にそのバランスが取れていたと。でも家で仕事をするようになってから、その境界線がこう曖昧になってきてしまった。仕事とトレードする時間が曖昧になってきて、どんどんそのライフスタイル、生活がこう崩れていってしまってますと。あとは逆に、もともと専業だった人も、前よりさらに家から出なくなって、トレードしてる以外の時間もすごいダラダラと過ごしてしまうとか、とにかくですね、その家での過ごし方についていろいろと質問なり相談が来てます。で、これはですね、もうトレーダーももちろんそうですし、トレーダーじゃなくてもそうなんですけど、これはもうね、普遍的に言えることが一つあって、それは何かっていうと、いわゆるその自由ですよね。自由と呼ばれるもの。これはね、結構厄介で、紙一重なんですよね、自由って。で、ちょっと一歩間違えると自由っていうのは究極の不自由にもなるっていうことなんですよ。で、例えば、兼業トレーダーの方からの相談で、今まではその仕事の合間にとか仕事が終わってから、その残った時間でトレードをやれてたから、ある意味バランスが取れていたけど、家で仕事をするようになって、いつでもそのチャートを見れてしまうとか、いつでもやろうと思ったらトレードができてしまう環境になったことによって、ある意味それは自由ではあるんですよね。以前よりは自由になったんだけど、それをコントロールすることが難しいと、ついついやってしまう、そっちにのめり込んでしまうことによって本業の方がおろそかになったりとか、トレードの方も無駄なトレードが増えて逆に損失が増える、前より利益が残らなくなってしまったみたいな、そういう方もですね、ちょっといらっしゃるんですよね。なので自由っていうのは裏返すと究極の不自由とも言えるわけです。例えばこれはちょっと例えが極端かもしれないんですけど、鳥がいます。で、鳥かごの中で生きてる鳥がいますよね。確かにその鳥かごの中っていうのは不自由ですよね。大空に羽ばたくことはできない。でも、何が約束されてるかっていうと、まず身の安全ですよね。その鳥かごの中にいるうちは、外敵から襲われることはない。そして、飼い主から餌をね、毎日もらうことができる。不自由だけど、でも、それによって、ある意味その鳥にとっては身の安全が確保されてるっていうことなんですよね。で、これはね、人も同じで、人って、そんなに強くないんですよね。これは、誰でもそうです。どんな人でもそうなんですけども、決して、もともともう鋼のメンタルをね、みんな持ってるわけではないと思います。世の中でこう成功者と呼ばれる人たちも、その人たちが特別なのかっていうと、そうではないのかなと思っています。で、やっぱり完全なる自由をね、与えられると、それをすごいこう、ちゃんと使いこなす。自分自身を律するいろんなそのスキルだったりとか習慣だったりっていうのが必要になってくるわけですよね。で、どうしても最初ってその自由を与えられた時に、その自分のペースがこう崩れてしまったりとか、ついつい堕落していってしまうような習慣を無意識のうちにやってしまったりとか、これぐらいだったら大丈夫だろうっていう、そういうちょっと油断によって、でもそれが積み重なっていくと実はとんでもないマイナスになっていたりとかっていうことが起きたりするんですよね。なので、ますます今後その自由な時間だったりとか自由なライフスタイルっていうのが増えていく一方で、自分自身をその律していくとか、自分のこう調子を崩すような悪習慣ですよね。いわゆる今日お話しするサイレントキラーの習慣っていうのは、しっかりと自覚して改善していくことがすごい重要なんですよ。で、これは全然難しいことではないんですよね。むしろ当たり前に思えるような、これぐらい大したことないだろうって思えるようなところに実は大きな落とし穴があったりするんですよ。なので、何かこう特別なことをやろうとか難しいことをやろうとかっていうする前に、当たり前のところにまず目を向けて、そこから改善していくっていうことがとても大事になります。で、無自覚無意識のうちについつい人が陥ってしまう落とし穴、人をですね、トレーダーを廃人にしてしまうサイレントキラーの習慣とは一体何かってことですよね。で、これはね、実際に僕は経験したことなんですよ。もともと2006年にトレーダーになって、で、そこからオフィスに行ってトレードをするようになって、しばらくしてから在宅でトレードをするようになったんですね。で、そこからずっとほぼ家にいるような生活になりました。トレードの方はある程度ね、順調に行っていたんですけども、完全自分自身の日常生活がその在宅でトレーダーをしていた時、結構悲惨なことになったんですよね。もう本当に廃人に一時期なったことがあります。その時に今振り返ってみると、結構ね、やばい習慣をやってたんですよ。でもそれはね、一見するとそんな大したような感じにも聞こえないんですね。
それだけ聞くと、別にそこまでひどくないよねっていうような習慣だったりするんですよ。でも、それが毎日毎日積み重なってくると、大きなマイナスになるっていうものなんですよね。今日はね、それをお伝えします。なんでサイレントキラーって呼んでます。サイレントキラーの習慣です。じわ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 やられていくっていうことなんですよ。で、トレーダー、特に家で、ね、専業トレーダーだったりとか、まあ、最近だったらね、兼業トレーダーの方も家でやる人多いと思うんですけども、ついついちょっとやりがちなものなので、ここからまず改善していってもらえたらなと思います。これ改善するだけでかなり毎日の密度、濃度とか、充実度ってもうかなり変わってくるので、ぜひやってみてほしいなと思います。で、まずですね、一つ目は何かっていうと、歯磨きをしない。ちょっと一見汚いように思えるかもしれないですけど、何かっていうとですね、トレーダーとかやってると、ずっと画面に貼り付いてるわけですよね。で、まあ僕だったら、当時ずっとね、在宅でトレーダー、もう完全なる専業トレーダーをやっていた時っていうのは、もうずっともうパソコンの前に、モニターの前に貼り付いてやって、で、ギリギリまでもう朝方までやってですよね。で、終わったら、もう即寝するみたいな。そういう生活を送ってました。もうだからね、パソコンの前に座ってるか、布団の中にいるか、トイレに行ってるか、まあ、ちょっと一瞬外に行くかぐらいの。だから、ほぼほぼの時間を、もうパソコンのモニターの前で過ごしてたんですよね。で、トレード、まあ取引所がね、一旦閉まりますよね、朝ね。そしたらね、もう歯磨きとかめんどくさいわけですよ。めんどくさいので、まあ、起きたらしたらいいかみたいな感じで、歯磨かずにそのまま寝ちゃってたんですね。で、これってまあ別にそんな、まあ確かに虫歯になる可能性はありますけども、まあ、そんぐらいじゃないですか。でもね、実はこれが積み重なると結構やばいんですよ。何かっていうと、歯を磨かずに寝ると、もちろんその物理的に虫歯になるってことは一つあります。それ以上にただですね、人の気分に、無意識の、特に無意識の気分に尋常じゃない影響を与えるんですね。で、起きた時ですね。起きた時に歯磨いてない、その寝る前に磨いてないと、口の中がとにかく不快じゃないですか。なんかね、不快な感じがするんですよね。しかもそれは明確に自覚できない不快さなんですよ。ここがポイントですよ。明確に自覚できない、なんとなく気持ち悪い感じ。そこまでめっちゃなんかもう耐えきれないわけではないんだけど、でもなんか嫌だなっていう感じありますよね。これが実は人にじわじわとダメージを与えていくんですよ。だからなんか朝起きた瞬間、あ、なんか気持ち悪い。もうここから一日がスタートしてしまうと、その日一日がなんかモヤモヤしたりとか、なんか気分が乗らないな、みたいな感じでズーズル言ってしまうんですね。これは非常に重要なことなんですけども、一日の密度、濃度、充実度っていうのは結構朝の段階で決まったりするんですよ。朝の自分の状態によって、朝が自分のその一日のひな形になりますから、そのスタートが良ければ、当然その日一日も充実するっていうことですね。あ、これは例えば1年の初めも同じです。1年の初めがいいスタートを切れたら、その1年も基本的にいい流れになりやすい。逆にその日、その1年の最初、つまずいてしまうと、その1年間結構大変な思いをすることになりやすいっていうふうに、その最初って、スタートって結構肝心ですよってことなんですよね。だから、一日のスタート、気持ち悪い、なんとなく気持ち悪いみたいな感じで始めてしまうと、その日一日、なんかうだつが上がらないような感じになってしまう。なんかずっとこう、もやもやして、なんかちょっと気持ち悪いなとか、なんかネガティブなことを考えちゃうよな、みたいな一日になってしまいやすいっていうことなんですよ。で、しかも、ちょっと油断するとやってしまいがちじゃないですか。まあ明日の朝磨けばいいかとか、明日起きたら磨けばいいかみたいな感じで、スルーしがちなところなんですけど、でも実は大事っていうことですね。なので、しっかりと寝る前に、口の中を、綺麗にして寝ましょう。これね、とても大事なことです。そしたらね、起きた時に結構口の中もちゃんと磨いて寝ると、まあ、ある程度スッキリしてる状態で目覚めるので、それだけで気分が全く変わるんですよ。軽い感じというか。ということで、そういったこう微細な影響っていうのもしっかり意識していくようにしていきましょう。で、二つ目ですね。これも一番とちょっと通じるところはあるんですけど、お風呂に入らずに寝てしまうってことです。これも良くないですね。これも起きた瞬間に自分では自覚できるかできないぐらいのなんか気持ち悪い、なんか不快、違和感あるみたいな感覚で一日をスタートしてしまうんですよね。さらに前日の汚れだったりとか、そういうのも持ち越しちゃってるので、それも良くないんですよ。で、例えばトレードにしても持ち越さないってすごい大事なことですよね。その前の負けを持ち越さない。その前の感情の乱れとかも持ち越さないってことが大事。そのトレード終わったら損切りだったとしても、もうそれはそれ。次は切り替えて臨むってことがすごい大事。この仕切り直すっていうことが、トレーダーってめちゃくちゃ重要なんですよね。引っ張らない、引きずらないっていうこと。でも、例えば、歯磨きしないとか、お風呂に入らないっていうのは、前日の汚れとか、そういうものを引き継いじゃってるってことなんですよ。仕切り直しできてないってことなんですよね。日本人がお風呂に入る習慣を、まあ、昔からもう持ってるわけじゃないですか。なんでお風呂に入ることを大事にするかっていうと、その日の汚れはその日のうちに落とすっていうことが、昔からの日本の習慣だからなんですよ。
その日の汚れ、モヤモヤ、その日のうちに払いましょう。そして翌日は新しいフレッシュな気持ちでスタートしましょうっていうのがもう日本人の昔からの伝統なんですね。なのでお風呂に入る習慣っていうのがもう僕らにも染みついてるわけです。なので、ちゃんと仕切り直して次に臨むっていう癖をつけるためにも、もちろんトレードでもそれはやっていくんですけど、まずは日常生活の歯磨きするとか、お風呂に入るとか、こういった当たり前のところからやっていくようにしましょう。もちろんでも、毎日お風呂入ってますとかね。毎日歯磨いてますっていう方は大丈夫なんですけど、昔の僕みたいについついめんどくさくて、まあ明日の朝入りゃいいだろうみたいなね、そういう油断をしてね、そのマイナスを積み重ねていってしまうっていうのは今のうちにね、気をつけてもらえたらなと思います。三つ目、四つ目。これはちょっと連動してるんですけども、はい、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、三つ目、夜中のコンビニ。四つ目、ジャンクフード。これはちょっと連動してますね。で、専業トレーダーとかやってたりとか、例えばずっと家にいると、ついついですよね。夜型になりやすいんですよ、まず。まあ、家族がいる方は、なりにくいかもしれないんですけど、例えば一人暮らしの人だったりとかすると、どうしても夜型になりやすい、夜型になっていく傾向が強いんですね。もうずっと朝まで YouTube を見ちゃうとか、映画を見ちゃうとか、動画配信系のね、サービスでずっと朝まで見ちゃうとか、ゲームやっちゃうとか、そういうことってまあ出てきたりするじゃないですか。で、その時にね、どういう現象が起こるかっていうと、あ、ちょっと夜中気分転換しようかな、みたいな感じで、夜中のコンビニに行きたくなるんですね。で、これはね、結構黄色信号なんですよ。夜中のコンビニに行きたいっていう衝動が出てきた時は要注意なんですね。コンビニに行った時に、まあ、いろんな商品があるじゃないですか。カップラーメンだったりとか、もう炭酸ジュースとかお酒とかポテチとか、いろんな、まあ、いわゆるね、そのジャンクフードと呼ばれてるものなんですね。こういうものを欲してしまう時っていうのは、結構ね、エネルギーが下がってる時なんですね。要するに刺激物が欲しい状態の時に、人は夜中のコンビニに行きたくなるんですよ。何かしらの刺激物を入れて、ごまかしたい。自分のモヤモヤだったり、不調をこうごまかしたい。刺激の方に逃げたいっていう時に出てくることなんですね。で、この衝動にそのまま従ってしまうと、これを例えば夜中のコンビニに行って、なんかこうジャンクフード買って食べました。夜中にカップラーメン食べました。一瞬は満たされるんですよ。気分的にはね。ドーパミンがバーって出ますから、まあ脳内麻薬が出て気持ちいいってなるんですよ。でも、これは前も説明してましたけど、脳内麻薬、ドーパミンっていうのは、アップダウンが激しいんですよ。ガンって上がったら、その後ガツンって落ちるんですよ。美味しいってなった後、ズドーンと落ちます。で、どうなるかっていうと、なんか、胃もたれするわ。なんかちょっと気持ち悪い。で、そのまま食べた後に寝ますよね。で、昼過ぎとかに起きた時に、体がすごい重かったりとか、うわぁ、昨日あんなの食べなきゃよかったっていう後悔から一日がスタートしてしまったりとか、ろくなことにならないんですよ、ぶっちゃけ。なので、僕もね、よく行ってたんですよ、中のコンビニね。夜中のコンビニに行って、なんか自分では気分転換してるつもりだったんですよ。でもなぜかね、不思議なことに夜中のコンビニ行った後戻ってきてまたトレードすると、負けるってことが結構多かったんですよ。判断がおかしくなるとか、なんか目先の値動き飛び乗っちゃうとかってあったんですよね。それは何かって言ったら刺激依存になっちゃうからなんですよ。だから目先の値動きに飛び乗るっていうのも刺激依存じゃないですか。そこの快感、ドーパミンをこうバーって出したい、放出したいから飛び乗るわけですね。そういうギャンブルトレードに手を出してしまいがちになってしまう。なので、夜中のコンビニに行きたいっていう衝動が出てきたら、それを逆シグナルだと思って、あ、逆に行かない方がいいな。あ、じゃあもう、お風呂入ろうとかね。うん、例えば。お風呂入ってちょっとリラックスして、アルファ波出そうみたいなね。そういう風にね、逆の行動をちょっと取ってみてほしいんですよ。なので、そのまま衝動に従って夜中のコンビニ行ってジャンクフードを食べたりとかしない。これも積み重なっていくと、結構ダメージきます。サイレントキラーですね。はい、次に5つ目。ちょっとね、黒のマジックが引きかけてるので青で書きます。はい、最後5つ目これです。床やソファーで寝るってことです。床やソファーで寝てしまう。これね、これも僕よくやってました。トレーダー時代に。もうそのまま机で、こう、寝てしまうみたいな。とか、当時、布団だったので、布団敷くのがもうめんどくさいわけですね。なので、そのまま床に倒れ込んで寝ちゃうとか、そういうことをやってました。なんか別に、寝れてるからいいじゃんみたいな思ったんですよ、僕は、当時ね。いや、床って言っても、まあ別に寝れてるしな、ある程度は、とか。まあ床硬い方がいいんじゃない逆に、みたいなとかちょっと思ったんですけど、これもじわじわね、ダメージくるんですよ。で、まず、一つは物理的に床とか硬いじゃないですか。硬すぎるんですよね。まあ確かに柔らかすぎる布団も良くないんですけど、硬すぎるところでもやっぱ体痛くなるわけですよね。っていうのと、ソファーとかで寝ると、こう、体の形がこう、歪な感じになるじゃないですか。いびつな感じで寝るので、体に負担かかってるわけですよ。それだけ疲れるわけです。寝てるつもりが疲れが全然取れてないってことになる。なので回復しないっていうことと、もう一個大事なことは、そのまま仕切り直ししないで寝ちゃってるわけですね。つまりその日の一日のダラ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 した延長線上でそのまま寝ちゃってるので、朝起きてもそのダラダラを引き継いじゃうんですよ。だから朝起きた時にパッと切り替えられないんです。
なんかね、朝起きてからもとか、昼過ぎでもいいですけど、起きてからダラダラしちゃうんですよね。床とかでソファーで寝ると。パッと起きた時に、あ、なんかやる気出ないな、みたいな。なんとなく不調みたいな状態なんですよ。このなんとなく不調っていうのが厄介です。明確に例えば熱が40度出ましたとか、それだったらしっかり休みますよね。しっかり休んで治ったら元気になるじゃないですか。でもこのね、じわじわなんとなく不調って、ちょっとなんかいろいろできちゃったりするんですよ。トレードもできちゃうし、仕事もなんとなくできちゃう。それが故に引きずっちゃうってことなんですよね。さっきも言いましたけど、このお風呂に入るっていうのも、歯磨きするっていうのも、床ソファーで寝ないっていうことも、仕切り直すって意味があるんですよ。持ち越さないっていうこと。その日の不調だったり、悪い流れっていうのは、その日で断ち切って、全部その日でもう仕切り直しましょう。そして翌日は全く新しい一日としてスタートしましょうっていう意味も込めての、こういった習慣だったりします。まあその日の汚れはその日のうちにってことですよね。なのでどうしてもその自宅だと堕落してしまうとか、ぐーたらしてしまうとか、なんかどんどん無気力になっていってしまうっていう場合はですよね。まず難しいことをしようとしたりとか、無理やりその状態で挑戦したりチャレンジしたりとかするのよりかは、それとまた挫折してしまう可能性あるので、こういう当たり前のことをね、まず当たり前にやるってことから始めてみてほしいなと思います。こういうサイレントキラーを潰していくってことですね。これだったら多分ね、できると思うんですよ、意識したら。ちゃんと歯を磨く。お風呂に入る。夜中のコンビニ行かない。ジャンクフード食べない。そして床やソファーで寝ない。あー眠いなーっていう時に、ちょっと頑張って、お風呂入って歯磨いてからちゃんと布団やベッドで寝るってことです。これだけでかなり調子が上がっていくはずです。ってことで、まずはですよね、この5つのサイレントキラーの悪習慣っていうのを潰して、しっかりと仕切り直して最高の一日をですね、スタートできるようにやってみてもらえたらと思います。そしてその上でですね、トレードの練習だったりとか、これからですね、例えば副業をいろいろ挑戦してみたりとか、いろいろ勉強したりとか、とにかくね、自分のこう、意識を高めたりとか、もっともっとスキルを磨いていったりとか、まあ勉強したりとか、そういうところに時間をね、エネルギーを使って、レベルアップね、この時期をむしろチャンスに変えて、みんなでやっていけたらいいんじゃないかなと思います。トレードのね、練習とか学習とかに関しては、僕のメルマガ登録していただくといろいろ勉強素材が届きます。僕がやってるトレード戦略だったりとか、トレードどうやって上達していけばいいのかっていうステップバイステップのですね、解説だったりとか、いろいろ音声もコンテンツも届くので、ぜひね、このタイミングをむしろ活かして、しっかりと、学んでもらえたら、いいんじゃないかなと思います。ということで、チャンネル登録といいねだったり、ポジティブなコメントなどいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。